い、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、開業届出してないんだけど、開業届って出さないとどうなるんだろう、皆さんが気になるであろうそこのところを解説したいと思います。私はオンラインサロンを運営しています。その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter をやってますので、ぜひ他の SNS もチェックしてみてください。また個人事業向けに本を出版しました。そちらの方も合わせてよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容、開業届を出さないとどうなるのを動画で解説していきたいと思います。本日の内容です。まず開業届って何だろう、何なのかについて解説をしてから、開業届の書き方を紹介します。そしてここが皆さん気になるであろう、出さないと一体どうなるの、出さないとどんな時に困るっていうパターンを紹介していきたいと思います。例えば青色申告ができないなど困ることがあるので、動画で内容を詳しく解説していきます。そして最後まとめと次回予告について、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、私は個人事業向けに本を出版しています。あなたのビジネスがうまくいきますようにということで、個人事業の方が必要であるであろう内容をギュッと一冊にまとめた本になってますので、ぜひ皆さん Amazon、 楽天ブックス、 Kindle 版もあります、本屋さんでも売ってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして本日の内容、開業届についてなんですけど、出版した本の Q3 にもこの問いを掲載しています。要は開業届、個人事業会社の申告書提出しないとどうなるのというふうに、何のために出すのか本でもまとめてありますので、ぜひそちらの方でも目を通してみてください。それでは開業届についてなんですけども、一体何なのかと言いますと、税務署に提出する A4 の書類になります。この税務署はどこの税務署に出すかっていうのは、皆さん自分が住んでいる地域によって、どこの税務署が担当の税務署か、管轄の税務署っていう、要は自分が住んでいる場所によってどこの税務署に出すのかっていうのがもう決まってるんですね。なので皆さんは提出先がどこの税務署なのか調べていただくといいかと思います。そして税務署に提出するこの開業届という A4 の書類を出すことで、要は税務署にビジネスをスタートさせますよ、私は起業しましたよっていうことをお知らせ、まあ、分かりやすく言うと宣言する書類だと思ってください。これを出すことによって、確定申告時期の少し前に税務署の方から申告用紙が送られてきます。要はこの開業届をチェックして、税務署の方はこの方はビジネスをしているんだな、もしくは起業したんだなということで、じゃあ確定申告が必要ですよねということで用紙を送っています。ですので開業届を出さないとこの用紙は送られてこないので、自分が税務署に行って取りに行くか、または国税庁のホームページの方からダウンロードする必要があります。そしてこの開業届にはルールがあります。開業1ヶ月以内に提出するというルールです。こちらは義務になってますので、皆さんこちら任意ではなく義務ですので、ご注意ください。では実際に開業届の用紙ってどんなのか、書き方について次のスライドで紹介していきます。もうね、書いて出したことあるよっていう方は、この次のスライドのとこね、まあ、ちょっと飛ばして動画の方を進めてみてください。では開業届です。こちらも本の出版のページに載っている図表を使っています。個人事業の開業届用紙っていうのはこのようなものになります。順番にね、簡単に一体どこをどのように記入していけばいいのかを紹介しますね。まず1番、ここは税務署です。要は提出先の自分の管轄の税務署名を記入してください。そしてここに提出日を記入します。そして2番目、ここは自分の住所を記入します。まあ郵便番号、住所、電話番号になります。3番は自宅と事務所が別の住所の場合には、事務所の住所も記入をします。これは住んでいる場所とお店をしている場所、住所が違う場合に記入をしてください。はい、そして4番ですね、ここは職業の欄になります。飲食業とか、まあ、サービス業などなど、自分の仕事の職業、業種を書いてください。そして5つ目何書くかというと、屋号を書きます。この屋号っていうのは何かと言いますと、お店の名前になります。自分のお店の名前を屋号というふうに呼びますので、そちらの方、お店の名前をここは普通に記入していただければ OK です。もしね、屋号内容はお店の名前なくてね、個人名で活動しているって方は、屋号名書かなくても特に大丈夫です。必ず書かなくてはいけないという箇所ではありません。ある場合はもちろん記入をしてください。ここね、飛ばしましたけど、まあ、名前、生年月日の欄になりますので、ご自分の名前と
と生年月日を埋めてください。そしてマイナンバー、個人ナンバーを記入する欄もありますので、こちらも埋めてください。で、4番5番を書いて、次6番ですね。6番は何をするかと言いますと、要は開業ですかそれとも廃業ですかって、この用紙っていうのは開業と廃業届両方を備えてますので、こちらの開業に当たると思うので、開業の印のところにチェックを入れます。もし事業の引き継ぎを受けた場合は、受けた先の住所と名前をこちらに記入します。事業の引き継ぎがない方はここは記入しなくて大丈夫です。そして所得の種類なんですけど、どの所得になりますかっていうのを聞いてきます。今回ビジネスをする、個人事業をする、自営業をするっていうことの前提での話になりますので、今回の場合はこの事業所得に該当しますので、この事業所得のところにチェックを入れてください。もしくは丸で塗りつぶしてください。はい、そして次です。次は開業日はいつですかって聞いてきますので、ご自分のお店をオープンした日を、まあ令和何年の何月何日かを記入します。でこちらの方はね、今回の場合該当しませんので飛ばして大丈夫です。そして次、青色申告しますよっていうね、青色申請の承認書も一緒に、開業届と一緒にセットに出す方はこちらありになりますね。もしね、青色じゃなく白色でするよっていう場合はなしの方にチェックを入れてください。そして9番目です。消費税に関する項目があります。開業1年目の方は消費税は基本的に免税事業者となるので、通常はないにチェックをすれば大丈夫です。こちらちょっとね、インボイス制度が入ってきてしまうとまたちょっと変わると思うんですけど、その時にまたね、きっと形式、この用紙自体のねところも変わってくるんじゃないかなと思いますので、ちょっとね、インボイスの件は置いておいて、今の段階ですと開業1年目は消費税は基本的に免税事業者になるケースが多いですので、まあほとんどの方は免税事業者になるということで、今回はなしの方で説明をしておきます。そして次です。10番が事業の概要を聞いてきます。事業内容を具体的に記入してください。どういう風な、ね、ビジネスをするかっていうのをなるべく具体的に記載をしてください。そして11番は、これは給与を支払う従業員があれば何人いますよっていう風に記入をします。ない方は飛ばして大丈夫です。このように記入をして税務署の方に提出をするというだけ、この A4 の用紙になります。こちらもちろんね、提出する時の注意点なんですけど、自分の控えを取っておかないと、いつ出しただけでは税務署側にだけ情報が行ってしまって、自分がいつ開業日だっけって確認する時とか、また開業届の書類がね、どっかに提出しないといけないって時に自分に控えがないと困りますので、必ず2つ作っておいて、1つは税務署に提出、もう1つは自分の手元に置くっていう風にするといいと思います。これが開業届になります。はい、それでは次にね、開業届を出さないと一体どうなるのかっていう点をスライドで紹介していきます。これなんと意外かもしれないんですけど、この開業届を出さないからといって罰則っていうのはないんですね。で、税務署もいちいち毎回ね、あなた開業届出してますかっていう風なね、電話がかかってきたりとか連絡が来るっていうこともないんです。実際現実にはこの開業届を出してない状態で起業している、もしくはビジネスとしているって方も中にはいるかと思います。ここ注意点なんですけど、じゃあ出さなくていいのかっていう話ではないんですね。こちら開業届というのは任意ではなく義務ですので、必ず提出をしましょうという前提になります。で、ここ注意点なんですけど、実際にね、この提出しない人もいるって言いましたけど、じゃあこれどうなってるかと言いますと、実際は開業届を出していなくても確定申告をしていれば、あ、この方起業したのね、ビジネススタートしたねっていう風に税務署サイトは捉えることになります。これはじゃあ出さなくていいのかではなくて義務です。そして私もね、立場上税理士ですので、開業届皆さん出さなくていいですよっていうような立場ではありません。提出が原則、もうルールになってますので、やはり開業届は出すべきだと思います。そのあたりね、実際に提出していない人がいるから自分もいいよねっていう話ではないので、そこだけは誤解のないようにしてください。そしてもう一つ、ここが大きな勘違い、誤解をしている人多いんですけど、開業届出してないっていうイコールもう確定申告しなくていいんじゃないですかっていう風なね、誤解が、まあ変な噂が回ってたりするんですけど、これは絶対 NG です。開業届を出していないから確定申告をしなくていいっていうのではなくて、確定申告は基本的にビジネスをスタートしたら必要となってきますので、ここはお間違いのないようにお願いします。そして開業届を出していないと、じゃあ実際どうなるのかと言いますと、必ず自分が困る場面が出てきます。まあ結局ね、誰が困るって自分が困るんですよ。具体的にどんな時にどういう風に困るのかっていうのは次のスライドで紹介していきます。はい、どんな時に困るのか、まず一つ目、大きな点ですね、青色申告ができないということになります。この青色申告っていうのはメリットが大きいんですけど、この青色が使えなくなります。ちょっとね、図を使ってスライドで紹介していきたいと思います。
はい、こちらですね。こちらも本で紹介している図1のような青色申告を申請するときの表なんですけど、ここ見てもらえると新規開業の人、開業日から2ヶ月以内に青色申告の申請書を出すっていうのが申請期限になります。そしてもし開業日が1月1日から1月15日の方は、開業した年の3月15日までね、青色申告にしますよっていう申請を出さないといけないですね。ですので、この開業届と青色申告書っていうのはセットで提出するから、初年度から青色申告にすることができるんです。なので開業届を出していない場合にはこちらの要件に該当しませんので、初年度は白色申告というふうになってしまいます。そして青色申告はメリットが大きいんですけど、その青色申告ができないよっていうのが一つ目の困るポイントになります。このね、青色申告と白色申告がどう違ってね、どんなメリットがあるかっていうのはね、また次のね動画で解説したいと思います。じゃあ2つ目困ることなんですけど、屋号を作った銀行、あとはカードの作成の時につまずくケースが多くなってしまいます。今ね、この屋号のね名前を使ったね、結局銀行が通帳作ってくれないというケースあるんですけど、中にはね作ってくれる銀行や対応してくださってる金融機関があります。その時に何が必要かとなりますと、開業届の提出が必要となってきます。要はビジネスをスタートしましたよ、開業しましたよっていうような証明として他に変わる資料っていうのがないんですよね、この開業届になります。開業届ね、もしねなかったとしても、確定申告をもう1回していて、じゃあそれの確定申告でいいですよっていう場合ももちろんあるかと思うんですけど、やはり最初のスタート時に銀行やカードって作ると思うんですよ。その時にはまだ確定申告書をしていないと思うので、申告がないってことですよね。そうすると証明する書類は開業届になるかと思います。またね、金融機関などね、開業届ないんですけどちゃんとビジネススタートしてるんですっていくら言ってもやはりこうお堅い場になりますので融通が効きません。ですので開業届がないがゆえにこういうことでつまずくっていうの点が出てきてしまいます。そして3つ目なんですけど、小規模共済、小規模企業共済、これ節税につながる一つの方法というか、自分の退職金をね積み立てていくっていうものになるんですけど、またこれおいおいね動画で解説していきたいと思います。小規模共済なんですけど、これを入るとき、要は初年度から掛け金をしていきたいよ、節税していきたいよっていう場合には開業届が必要となってきてしまいます。ですのですぐにねこういうものが掛けれないというところで困るポイントになります。そして最後4つ目の点、どんな時に困るかと言いますと、補助金や助成金の申請の時にまたつまずくってことになってしまいます。こちらも基本的に開業届が必要になってきます。こちらね、実際にねコロナのいろいろな補助金やね給付金が出た時に開業届がないんですっていうことでね、困ったことがね多数出ていました。これはね他の方法でもいいですよ、もしくはね確定申告書があれば、まあ、開業届の代わりにしますよっていうようなものがあったんですけど、やはりその前一手間かかりますし、申請を一度出したものがまた戻ってきてまた出してっていうように時間がかかって、やはりスムーズにいかない原因となってしまいます。特にこの創業の補助金など、創業時にお金を借りたい、金融機関から借り入れをしたいって時にも開業届の書類が必要となってきてしまいますので、そちらがないとなりますと補助金がおりませんよとか、まあ要はね借り入れがちょっと難しいかもしれませんっていうような話になりがちですので、スムーズに何事もねビジネス行くようにするにはやはり開業届がないと自分が困ることになるんではないかと思います。まとめです。要は開業届じゃ出してないからどうなるって罰則はないけど、開業届の提出は義務ですよっていうのがポイントです。そして出しておかないと、今ね動画で解説したように自分が困る時があるってことです。またねそれ以外にも雑誌の取材やね新聞の取材が入った時に、やはり開業届を出してないってなるとちょっとドキドキヒヤヒヤ後ろめたい気持ちがありますよね。そういうのもね、何がねビジネスのチャンスが転がってくるか分かりませんので、きちんとね出すべきもの、出すべき書類は出しておきましょう。そしてやはり起業する、ビジネスをするということは誰かからお金をもらうことです。要はビジネスをすることによってサービスの対価としてお金をもらう、そのような場合ですね、確定申告や開業届を提供するようなビジネスなのか、もうなんか詐欺でもするんですかっていう感じですよね。覚悟が決まっていない、まあ開業届って A4 のね用紙1枚も出せないような気持ちでビジネスをするのはちょっとね中途半端になるんじゃないかなというふうに個人的に思います。そして届出を出していない、経理をしていない、まあ、確定申告していない、要は誰かからもらったお金をきちんと処理をするっていう気持ちがない方に、自分の立場だったら仕事を依頼したいかどうか、ビジネスのね何か大事なお手伝いをお願いしたいのかどうかって言われると、皆さん嫌じゃないですか。やはりねそういう方に仕事は来ないんじゃないかなというふうに思います。
あと起業やビジネスをするというのはやはり意外とハードです。簡単にね儲かるとかね、簡単にね楽して稼げるものではないので、生半可な覚悟ではやはり起業っていうかね、自分のビジネスっていうのを守ることができませんし、残ることができません。なのでね、覚悟のため、そして義務でもあるので、開業届を出してしっかりねお得な青色申告を選び、ビジネスをして、うまくビジネスの軌道に乗るように、まあ、失敗のリスクを減らすようにしていくのが大事かなというふうに思います。はい、次、次回予告です。次はね、青色申告と白色申告がどう違うのかというね、本でも載っている Q5 について解説をしたいと思います。一体どんなメリットがあるのか、何が一体どう違うのかっていうのを詳しく分かりやすく解説したいと思いますので、ぜひ次の動画もチェックしてみてください。はい、私はオンラインサロンの方を運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士にいつでも質問や相談をすることができます。2つ目ですね、定期的にサロンズームを開催しています。要はメンバー同士で、ね、情報交換ができたりということで好評です。もちろん私に対してズーム上で質問や相談をすることもできます。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。どういうふうにビジネスを考えて私がやっているのか、また SNS の裏側、 YouTube や TikTok の裏側などなど、新しい、ね、経理や税金情報もオンラインサロンのみだけに投げていっているものたくさんありますので、ぜひオンラインサロンの方、気になる方は概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひご検討ください。オンラインサロンはね、 Facebook の非公開グループで運営をしています。はい、チャンネル登録の方ぜひお願いします。まだねチャンネル登録してなくてよく見てるよって方ねいると思うのでお願いします。またコメントやね感想、いいねボタン、高評価ボタン、グッドボタンしていただけるととても嬉しいので、ぜひお願いします。また他 SNS をやってまして、 Instagram はフォロワーが 1.4 万人、 Twitter もしています、 TikTok もしていて、 TikTok はフォロワーが6万人になってますので、ぜひ他の SNS も URL から飛べるようにしてありますので、チェックの方お願いします。はい、それでは本日の動画は以上になります。本日もね皆さん最後まで見ていただいた方、いつも本当にありがとうございます。やはりね、春は起業に向けてね考えてるよとかね、5、6月にね開業する予定なんですっていう方ね、春に向けてやっぱ起業っていうのは増えています。でまたね、今の時代個人で稼ぐ力が必要となってきます。給料が上がらない、物価も上昇していく、円安の時代に突入しています。やはりね、会社員だけで不安だなということでね、副業やフリーランスを始める方、これから多くなってくるのではないかと思ってます。経理や税金、確定申告の知識がないとビジネスするのはね、なかなか厳しい。世の中のルールが分かってないとね、損をしてしまったりするので、ぜひね、他の動画もね、自営業、副業、フリーランスの方に役に立つ動画作っていますので、ぜひ他の動画も見てみてください。本日の内容は以上になります。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。